とホテルズリゾーツは、株式会社、近鉄、とホテルズが運営する、近畿圏を中心に、東京から、米国まで、近鉄グループのとホテルブランドなどのシティホテルリゾートホテル、旅館を展開する日本の大手ホテルチェーンである。1890年創業、日本を代表する、老舗ホテルとして、 数多くの国公品を迎えてきたとホテルを近鉄グループが買収したものがルーツ。宮内庁御用田市の島観光ホテルや奈良ホテルなどの名門を多数有している。ホテル環境層が激化する中、1998年以降ホテル事業を再編、宿泊予約センターやセールスオフィスの開設、共同購買、統一会計基準の導入など、 チェーンメリットを生かしながら営業力強化を図っている。1998年7月、ホテル事業統括会社として、株式会社、近鉄ホテルシステムズを設立。2000年3月には、同社が株式会社とホテルを、九州合併。本店各のとホテルを、スターウッドホテルリゾートとの業務提携により、ウェスティントホテル京都と解消するなど思い切った改革を実施。また、 とホテル東京、とホテル大阪、新、とホテルと合わせて、大規模なリニューアルも行うなど、大きく、ブランドイメージを変えている。2007年4月からは、とホテル大阪と、東京モスターウッドホテルリゾートと提携して、シェラトントホテル大阪、シェラトントホテル東京に改称した。今後、東京、大阪等の都市において、宿泊特化型ホテルを展開する計画がある。 すでに近鉄京都駅の改装に伴い、同駅の上に宿泊特化型ホテルが建設され、2011年10月1日にホテル近鉄京都駅として開業した。他に近鉄奈良駅前に大型ホテルを展開する計画もある。さらに2014年、安倍のハルカスには、都ホテルとマリオットとの提携による大阪マリオットとホテルが開業した。なお、二千五年四月一日に、 近鉄グループにおけるホテル施設資産保有の一元化とコア事業としてのホテル事業の直営化を行うため会社の再編を行っている。具体的には株式会社近鉄ホテルシステムズの子会社として株式会社 KHS を設立。株式会社近鉄ホテルシステムズが会社分割を行いホテル統括事業を株式会社 KHS に吸収させる。そして 近畿日本鉄道株式会社が株式会社近鉄ホテルシステムズを九州合併すると同時に株式会社 KHS が株式会社近鉄ホテルシステムズに称号を変更している2015年4月1日100%親会社の近畿日本鉄道株式会社が社名を近鉄グループホールディングス株式会社に変更し純粋持ち株会社に移行したのに伴い 同社のホテル事業を分割継承し社名を株式会社、近鉄とホテルズに変更した。2018年8月にはブランドの再構築を発表。2019年4月1日から大きく分けた3つのブランドカテゴリーに分け、新たなロゴホテル名を使用することになった。都市型フルサービスホテルとホテル宿泊主体の都市型カジュアルホテル、都市ティリゾートホテルとリゾートホテル名称は、 外資系定携ホテルをはじめ一部解消しないホテルもあるが、基本は、都ホテルのように、ブランド名、地名の順に統一される。また、国内外で、都市ティブランドを中心に運営住宅や、フランチャイズ展開も行い、2018年8月現在の5874室を10年で8000室に、増やす計画としている。和株式会社、近鉄、都ホテルズの非直営ホテル、以下、 新ブランド構築後のカテゴリー分けとする、とホテル、編集都市ティ、編集トリゾート、編集上期3カテゴリー外、編集上期3カテゴリーに含まれないホテル、旅館、共にアメリカ合衆国に所在、運営はアメリカ近鉄工業による、株式会社、近鉄旅館システムズ近鉄グループでは、今後の新規出店は、宿泊に特化したホテルにし、ブランド名については、 とホテル、ホテル近鉄以外の新ブランドも導入する考えと報道さ前日の通り2020年代に八千室まで増やす予定。また近鉄名古屋駅と名鉄名古屋駅の大規模再開発に伴うビル内にホテルの設置を検討しているが共同開発を行う名鉄グループとの調整が必要とされている。2017年に閉鎖した初代金沢とホテルの跡地に 金沢とホテルを2020年をめどに建設予定としている。とホテル列車食堂新幹線など、国鉄や JR の食堂車、ビュフェ、車内販売で、とホテル列車食堂を帝国ホテル他と共に営業していたが、JR 系列会社が担当する列車の比率が増したことで採算が取れなくなり、JR か5990年3月改正で撤退、解散した。 なお一部の社員は、近鉄や都ホテルなどグループ会社へ転属となった。近鉄グループが経営しているとホテルズリゾーツ以外の、ホテル、旅館過去に近鉄グループが経営していた、とホテルズリゾーツ以外のホテル、旅館近鉄、とホテルズに関するカテゴリー。ありがとうございます。